一度だけオールナイトニッポンコンビでやってるんですよ。ほう。でね、今から15年以上前だから結構まだテレビもラジオもあんまり出たことがなくて、結構始まったんだけど結構緊張して、結構二人も本来の感じ出せなくて、そしたら突然土田さんがドア開けて入ってきて、夜中の3時4時ぐらいに、はいはいはい、お前ら何緊張してんだよ、いつも通りやれよ、いつも通りわー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 さーって言ってくれて、こっちだって頑張ってるじゃないですかって言って、そこからなんか番組がねこう盛り上がったの。はちゃんとお礼しなきゃと思って、うん、次土田さんに会った時に、うん、この間のことどうもありがとうございました、あれで僕ら助かりました、本当にどうやってお礼言ったらいいか分かんないですよって俺が土田さんに言ったの、うん、そしたら土田さんが言ったのは、あ全然気にしなくていい、まあ、お前らが売れたらさ後輩にまた同じようなことしてやれよ、それでおしまいって言った。はぁ